息子やめとくわって、こんな人やからさ、もういいや、もう家で見てくれ。先生ありがとう。すごい3人揃うけど。ああ、そうなんだ。先生ありがとう。どうもありがとうございました。やっぱりなかなか立派な政治家っていうのは党派に関わらず、ね、偉いもんですよ。飯田先生ありがとうございました。お気をつけて。それではあの武田邦彦です。どうもよろしくお願いします。僕の話は新澤さんと違って少しボケた話ですが、まあ我慢して聞いてください。今やっぱり僕が思うのは、今の新澤さんが言ってる最後のところと同じですけど、お金も重要だ。だけどお金よりかもっと重要なことがある。それはまあ僕の考えはですね、私たちの子供とか孫を守んなきゃいけない。なぜか自分の孫とか自分の子供ではない。日本にもし子供が一人もいない、孫が一人もいない、大阪に全然いないって言ったらね、我々は生きてる意欲も湧かなくなります。だから我々にとって一番大切なのは、これからの世の中にどういう日本を残すかっていうか、大阪を残すかってことであって、今の状態を良くするって話ではないんですね。そのために我々の父親母親おばあさんおじいさんは頑張ってきたわけですよ。それで今はね、非常に矛盾した状態があります。例えばこれはいろいろ議論したなんないから、僕は一つの例ですけど、少子化だと言ってる。少子化といっても去年生まれた子供の数は80万人なんですよ。それは確かにね、一時よりかは少ない。だけどもともと日本は今1億2500万人の人口がいますが、明治の中期の日本人の人口は4000万人です。それからこの前の戦争が、第二次世界大戦が始まる前は日本の人口は7000万人です。今の1億2500万人っていうのがちょっと特殊な状態なんです。これは世界でもですね、戦争が終わった後っていうのは大体こういう傾向があるんですが、それがやがて戦争前の状態に落ち着くっていうのが大体世界の人口の数勢ですから、我々は自分たちの子供とか孫の時代を考えて、大体戦争の前の状態に軟着陸していくような長期的な計画が必要なんですが、今の人口推計によれば、我々が第二次世界大戦の後ぐらいの人口になるには大体2200年のあと80年かかるんです。だからちょうどいいぐらいのターゲットなんで、我々大人がよく考えて、我々の子孫たちが、ああ立派なお父さんお母さんだったなと思うような政策を組んでいかなきゃいけないというのが一番重要です。今一番矛盾しているのは、ここにおられる方々のお子さんなんかが一生懸命勉強されている。勉強している理由は、自分たちが成人になったら立派な大人として仕事をしようと思って勉強している。ところが私が計算すると、今から30年後ぐらいの日本には、去年生まれた80万人の人たちが就職する就職の会社がありません。なぜか、例えば重工業、日立だとか東芝とか、日本にはそういう立派な会社がありました。なぜその会社が立派かっていうと、日本の会社はすごく立派だったんです。どうして立派か、儲けが少なくても日本の社会のためになることをやったんですよ。これが非常に重要ですよ。大阪にはもちろん松下幸之助さんっていうのがいて、松下電器を作った、これもものすごく立派な会社でした。彼が、幸之助さんが主張したのは今と全く違います。無税国家っていうのを彼は頑張りましたね。やっぱり税金のないような国を作りたい。国が大きくなって全部税金で片付けるようなことなくね、自ら国が稼いで税金がないような日本に作りたいっていうのが、今救急車が通っておりますからね、口合わせたか、そういうのが大切だって言ってたわけですよ。例えばね、大阪でもそうですが、もちろんその日本人が一番大切な、日本人が大切にした心ってのは何かったら、ヨーロッパとか中国が大切にするのは
力とお金と知恵ですよ。これが人間として大切だっていうのがヨーロッパとか中国です。だけど決して彼らは幸福ではありません。なぜかって言ったら、力とか金を基準にしたら国内に奴隷を作り、女の人を虐げて、そして成立するわけですよ。だから例えばイギリスは日本と同じような国の立場ですが、対外戦争の数は歴史的に日本の100倍です。いかに日本が平和国家だったか、平和国家だけではないです。奴隷がいなかった国も世界で日本だけです。それから西暦1000年の非常に昔に紫式部とか清少納言という女流の作家がいて、その人たちが活躍したなんていうのも世界で日本だけです。あの当時西暦1000年ぐらいの頃に女性が筆を取れるなんていう社会は全く他の国では考えられません。お前はそこで飯を作ってろなんて言われる時代です。洗濯してろって言ってる時代です。その頃に日本だけが唯一女性が筆を取れたんです。なんで女性が筆を取れたかっていうと、あの頃から日本は男女平等というよりかもっと進んでて、男女が平等だって男女が同じようなことを今するなんてことしたって、どうせ女性は子供を産んだり育ったりするわけですから、だから不利になります。平安時代の日本は素晴らしくて、男性にハンディをかけたんです。男性は兵隊に行くこと、それから田畑を耕すこと、だからまあ他の力と書いたとか、まあ、男ですよね。それから、記録文書を書くこと、その3つに限定したわけです。あと女性は全部自由にやっていいと、そういうことになったので、女性が筆を取れるようになった。筆を取るなんてことは本当にね、生活で洗濯しなきゃいけない女性が筆を取るわけですから、これは大変なことなわけです。それで西暦1000年に紫式部が源氏物語を書いた。その次に日本以外の女性で小説を書いたのは、それから700年後の1700年にフランスのアフラベーンっていう女流作家が出ます。この人が夫が死んでから小説を書きましたが、日本と外国との女性の扱いは700年も日本が早いんですよ。ところが今輝ける女性とか言って外で働く女性がいいと、まあもちろんそれは正しいですよ。だけども女性は3つの生き方があるわけです。1990年にそういうのになった、高度成長してその余裕ができた。それは結婚して自分で自分の子供を育てる母親、ものすごく立派。それから自分は子供を保育園に預けて働くという女性、まあ、これも立派。それから現在では別にね、女性だから結婚しなきゃならないってことはない、罰してもいいし結婚しなくてもいい、もっと自由な人生を生きたいという人にもいい、三要がある。この三要にですね、対して国があなたはこう生きなさいというのはもうダメなんです。古い考えなんです。政治は何のためにあるかといったら、政治家があなたはこう生きろと指示するようなのが政治ではありません。政治ってのは国民が一人一人が幸福になるようにそういうシステムを作るっていうのが政治です。ところが現在は保育園に預けて忙しくも子供の世話をしなきゃならない、年老いた両親の世話をしなきゃならない、駆けずり回ってるんですよ女性は。なのに輝ける女性と言って働く女性を誘導して30年経ちますが、今でも女性の賃金は男性のちょうど半分です。全然輝いておりません。女性がもちろん一番輝くのは、その 3種類の中でもやっぱり自分が産んだ子供を自分が育てるお母さん、これが一番大切なわけです、なぜお母さんが一番大切かっていうと、今日はもう僕の想像とは全く違うぐらい多くの人が来られて大変に感謝しておりますが、この大勢の中でお母さん以外から生まれた人はいますか？いない。絶対ない。お父さんから生まれたなんて変なのはいない、ね、お父さんのお乳を飲んだっていうのもいない。人間の行動で一番偉いのは命を救うことです。もしも命ができなかったら僕らには子供はいないんですよ。
生きとし生けるもの必ず死ぬっていうことはそんなのは嘘です。生きとし生けるものをオスとメスができずに38億年前にできた生物が28億年間は死ねなかった。子供がいないから。10億年前に子供を産むようになって初めて生物というのはまともに生きるようになったわけです。なぜそれを、それはなぜかったら我々の命自体が続いてるってことです。だからお母さんが一番偉い、このお母さんが一番偉いっていうのを公的に認めたのは日本なんです。これが戸籍ですね。戸籍です。戸籍っていうのは世界200カ国のうち7カ国しかない。特にちゃんとした戸籍は日本に関係する3カ国しかありません。なぜか戸籍がなかったらお母さんを保護する手段がないですよ。全部一人ですから。だからヨーロッパとか中国の女性は大変なんです。だからね、あの結婚して別姓だとかそういうことは小さなことで、一番立派なことはお母さんをちゃんと、お母さんと子供ですね。ここではまあいろいろ家庭の事情で家庭がなかった方もいると思うので気をつけて言わなきゃいけませんが、通常は子供は温かい家庭の中で育つんです。つまり社会が一番大切なことは、経済も大切だしいろんなことも大切ですが、やっぱり お母さんから生まれて幸福な子供時代を過ごす、これが戸籍なんですよ。だから両親の名前と子供の名前が入る。だから日本だけはね、結婚したら旦那が稼いだやつを奥さんにあのなんか生活費って渡すんじゃないんです。僕なんかも結婚してから54年もなりますが、僕はものすごく年寄りですからね、こんなところに今立ってちゃいけないんですよ。あと2ヶ月で80歳になるから老人ですからね。だから結婚してもう54年経ったんです。54年間私がやったことは、外に家内に言われて外に仕事に出てもらったお金をそっくり全部か家内に渡すんです。素晴らしい。いや結婚した当時はありがとうとか言ってくれましたが、そのうち何も言わなくなり、最近ではちょっとお父さん薄いねとか言われると。だけどいいんですよ、日本の家庭ってのはそれで円満にいってた。それが男の生きがいというものですよ。だから僕は450円の貧しい弁当を食って家に帰ると、今日は家内が今日は昼食寿司を食ったけど美味しかったわ、安かって3000円だった、これでもいいんですね。親父はちゃんと妻を愛してんだからそれでいいんですよ。それが日本というもんなんです。そうです。そして子供も両親を信頼して生活してる。両親が大きくなって、両親がなんか幼稚園は無償化、無償化って税金化ですけど、あのなんか税金化で小学校中学校はもちろん義務教育だ、これも税金だ、高校も無償化っつって税金化だ。自分は親に育てられたんじゃないんだな、親は何にも苦労しなかったんだな、そう思ったら親に対する感謝の気持ちは起きませんよ。ね、それは当たり前で、親としては小学校、高等学校、中学校は、小学校、中学校は税金のお世話になるにしても、せめて幼稚園とか子供を産むときとか、大体この頃少子化だから子供を産む、金をあげたら子供を産むなんてふざけんじゃないって言うんですよ。それはね、あの子供が少ないのはね、魅力ある男性がいないからですよ。当たり前だ。僕なんかね、駅に行ってね、トイレなんかするとね、男がね、鏡の前で髪の毛こんなことやってんだ。あんなが別の国に行ってほしいよ。ね、日本は違うんだ。だから、そうやって夫が一生懸命やってくれるから、それを見て、お母さんも一生懸命やってくれる。日本のお母さんっていうのはね、特別で偉いですよ。全然違う。まあ、ここにあの館長の人がいるかもしれないから、あんまり文句言えないけども、まあ、サラリーマンも同じですね。5時になったら定時とか、9時から始まるとか、俺は9時から5時まで働けばいいんだとか、週40時間だとか、そういうケチなこと言ってますよ。それは仕事に対する情熱がないからですよ。だってお母さん見たらわかるじゃないですか。お母さんは子供を育てるのに24時間365日労働ですよ。しかもほとんどサービス残業。夜中にね、夜中に子供が熱を出してふいひい言ってて、
お母さんが夜中にね、起きてね、私はまだ就業時間外だから、朝になってから言ってちょうだいって言うのはお母さんいますか？絶対夜中でもやってくれる。これはね、お母さん自身が自分が子供を命を産んでそれを育ててる、これが一番貴重な仕事なんだと自覚されてるからですよ。そう、それから言えば、僕なんかは男だからそう思うかもしれないけど、男の子はだらしないよ。なんか7時間働いて1時間ぐらいサービス残業させられて文句言うなと、あなた妻を見ろと、こう言いたいぐらいです。だから日本は非常にそれで良かった。そして女性を大切にしなきゃいけないと思ったから、神話ではアマテラス大神という神様のトップが女性なんです。女性の神様がトップとは日本だけですよ。これはなぜかっていうとね、そうそう、なぜか、なぜに女性がトップにしたかっていうと、やっぱりこの世の中は女性と男性がいがみ合って生活じゃない、笑いの絶えない家庭を作り、子供を作り、できればもちろんね、標準と違う人もいますし、まあ僕は物理だから統計的には必ず結婚する人もいれば結婚しない人もいるわけで、それはもう社会だからしょうがない。だけども標準的な社会はそうなきゃいけないと、だからアマテラス大神を女性をトップにしたんですよ。他の国は全部、日本以外の国は全部、あの女性の、あ、違う、神様のトップは男の筋肉がたくましくて剣を持ってる。なんでかったら剣で切り殺すんですよ。日本だけが違うんです。日本だけはそういう暴力も振るわない、みんなで仲良くやっていこうじゃないかっていう文明を作った、もう誇るべき文明ですよ日本はね。この日本の文明、そうだからね、日本は偉い人、欧米はね、欧米や中国は偉い人っていうのは普通の人よりか、偉い人っていうのは金を持ってるか力を持ってるか知恵を持ってるかなんですよ。今日本はそうなりつつある。非常に危険です。例えば学校でなんか、なんて長所っていうかね、取り柄っていうのを教えてるんですよ。これはここだけ多いから学校の先生がいたらぜひ変えてほしいんですが、あの取り柄はね、なんか勉強ができるとかピアノが弾けるとか足が速いとかそういうのを持って取り柄と言ってるらしいんですよ。そんなのは日本では取り柄じゃありません。日本は全員で日本国を作っていくわけですから、そのために大切なこと、そういうことを守る人、どういう人か。日本は偉い人っていうのは嘘をつかない人、人のお金をせびらない人、恩を感じる人なんです。これが日本人の、だから日本は強かったんです。絶対に他の国に負けなかったんです。18世紀から19世紀にかけて、ほとんどというか全部の有色人種が白色人種の植民地になりました。で、ひどい目に遭いました。その中で、有色人種で自分で戦って、自分で完全に独立を保ったのは、この多い、すごく多い、あの地球の国の中で日本ただ1カ国だけだったんですよ。そう、それで、その一カ国は最後に白人に追い詰められて、この前の戦争になりました。結果はまあまあだったんだけど、日本はちょっと打ちひしがれた。で、第1回のバントン会議っていうのが1955年、戦争が終わってから10年目にバントンで開催されました。初めての有色人種の会合で、世界で、これで有色人種がみんな集まりました。その時日本はもしかしたらあの戦争のことで非難されるんじゃないかと思って、おずおずとして代表団が行ったんです。そしたらアジア、アフリカの人はどうしたかったら万来の拍手なんですよ。日本が戦ってくれたから我々は独立できた。全員がそうなんです。日本の教育が間違ってる、我々の頭の中間違ってる。だけど日本こそが世界を独立させたんです。このプライドを持たなきゃいけない。特に子供なんか教育するときに絶対にそれが必要だ。一つね、ご参考になること言うと、ね、戦後のイギリスにイギリス病っていうのができた。これはもうみんなが働く意欲がなくして、若者が失業率が 25%、 4人に1人が働かなくなっちゃった。4人に1人が働かない社会っていうのは、ここら辺に労務者がゴロゴロしてる。それもほとんどが男で若者だから、機
危険でしょうがない。これがイギリス病だった、イギリス病と言われるもんだった。これをどうして起こったかを戦後研究された結果、何だと思います？イギリスの教科書、小学校の教科書を書き直したんです、戦後。まあイギリスは七つの海を支配して偉大な国だったけども、確かに悪いこともした。植民地で有色人種を痛めたりした、そういうことも書かなきゃいけないっていうことになって、それでいろんなことを、悪いことも書いた。それを読んだ思春期の子供たちが働く、生きる意欲を失ったんですよ。人間っていうのは思春期を経て苦しい時代を過ごすんです。その時に自分の心がしっかりするためには、お父さんお母さんおじいさんおばあさん、郷里、大阪なら大阪に、大阪は立派な都市だということが分かり、日本が立派な都市であるという確信があって、初めて人間は立派な男に、立派な人間になるんですよ、ね。だから本当に今はね、日本の子供たちは偉いですよ。大人の方ががっかりしてる。大人で中には日本でダメだと思ってるのがいる。だけど子供はまだしっかりしてる。この間にやっぱり日本の歴史もちゃんと考えて、しっかりと大人がプライドのある大阪、プライドのある日本を教えていかなければいけないと思います。私はね、今世界は大きく変わろうとしてますよ。ウクライナ戦争もそうだし、それからイランとね、サウジが国交も回復しましたし、いろんなことがどん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 行われてる。そういうことをよく理解し、大人が理解してですね、そしてそれを大阪の政治にも生かす。僕から見ればメガソーラーとかね、カジノなんていうのはね、もう全くの時代遅れです。もうね、あれはね、いわゆる日本で言えばバブルが崩壊する前の状態ですよ。またそんなことやってんのか。世界の情勢を見れば、どんなにメガソーラーとかカジノがおかしく見えるか、今は世界は全然違う方向に行ってます。アメリカが少し衰退し、お金ばかりの時代から違って、もっと豊かな人生を暮らしていく、一人一人がいい人生を暮らしていくという社会に大きく変わりつつあります。その時にまだメガソーラーでいくら儲かるとか、賭博したらどうだとか、そんなのはもうね、ずっとずっと昔の話です。こんなことやったらね、全部死骸になって意外となってしまいますよ。だからやっぱり我々は子供のためもあるし、我々のためにもある、プライドのある大阪を残すためにも未来を見なきゃいけない。そう、それでおそらくね、昔はこのさっきなんか参政党から出るオペラの人にもう言ってたけどね、谷さんも言ってたけど、なんか人間上流をやめたとか言ってるから、あんなね、歴史のある大阪発の芸術をやめたらどうするんですか。だいたい髪型のね、いろんな文化も僕はなんか僕から見ると少なくなりました。大阪に昔の夏目漱石とか島崎藤村とかいうぐらいのクラスの文学者はいますか。大阪の人が、あの文学者は今度こういうの書いたねとか、あの作曲家はこういうのやったね。大阪の大阪フィルムなくなって、芸術もすごくなくなりました。展覧会もできないような状態です。こういう文化がなくなった都市っていうのはやっぱりダメになるんですよ。大阪には大阪の文化がありました。それはいろんな形をしてましたよね。阪神タイガースだっていいですよ。岡田とバースト掛布が3連打打つと、うわーってなると、道頓堀ぐらい飛び込むと、そういうのがなければね、大阪という大きなところは持たないんです。世界から遅れて、ただ利権だけ、ただなんか補助金が出ればいいとか、そんな街が長く続かずはないんですよ。お子さんもすごく困ってますよ。今の子供はね、ほんとかわいそうなんです。国語算数理科社会を勉強して平均点を取るなんていうのは明治時代のことであって、これは日露戦争に勝つためにはしょうがなかったけど、もうそんな時代はずっと向こうなんです。だって子供には子供の特徴があります。その子供の特徴っていうのはお母さんが作ったもんなんですよ。お母さんがやっぱり命を産むからね、よーく分かってるんです。意識はしてないけどね。だから
女の子、今ね、社会、日本は女の子1000人産んだら、男の子1054人をお母さんが産んでるんです。なんで男の子が54人多いかっつったら、20歳になるまでに男の子が54人多く死ぬんですよ。男性はちょっとで意味のないところがあるから。まあ、劣性遺伝者とか血友病でも死ぬのは男性だけです。男の子だけですよ。これはしょうがないんです。どの生物も遺伝をちゃんとすると思ったら、そういうふうにこうずっと続けてる間に溜まってくる毒物は誰かに渡して死んでもらうのが生物としての仕組みだから、これしょうがない。しょうがないですよ。だけどもそうなんだ。だけどお母さんがなぜ1000人対1054人産むか。20歳になった時にちょうど1000人対1000人になるように分かって産んでるんですよ。戦争が多くなったり交通事故が増えたら男の子が増えるんですよ。こういうのが女性のお母さんの力なんです。だから算数の好きな子供、ね、ピアノが好きな子供はお母さんが作ってるんであって子供の好き嫌いではないんです。子供は別に好き嫌いはないんですよ。ただ自分はそう生まれてるからそうやってるわけです。お母さんが赤い筋肉の子供を産めばその子供はマラソンが速いし、白い筋肉の多い子供を産めば100メートルが速いんです。子供の好き嫌いじゃなくてお母さんのが考えたことなんです。お母さんはどう考えてるかっていうと、自覚はしてませんが、こういうところでいろんなところを歩いたりなんかするうちに社会の動きはどうであるか、それは両親ですからね、必ず子供は幸福になってほしい、そういう願いで産んだ子供がちゃんとその時代に適した子供を産んでるんです。だからもっと両親は子供に確信を持って子供の長所を伸ばしてあげるのが大切なんです。僕は中央競技審議会にいる時に大学受験反対論ですごく頑張ったんですけどダメでしたけど、僕は大学受験もいらないと思ってます。これは皆さん意見違うと思いますけどね。僕は人間っていうのはね、向上心もあればなかなか性格もいいんですよ。ただ自由を阻害されるとダメになっちゃうんです。個人というのは個人の自由があります。それが大切です。だってね、勉強だからよくわからないけども、これスポーツで言えば簡単にわかりますよ。100メートルが非常に速い子供でもう国体にも出れるような子供が誰かがイチャモンをつけて、これが今の先生とか今の親ですよ、君は100メートルが速いけどバレーボールができないじゃないか、スケートができないじゃないか、だから国体に出る必要ないって言ったら何ですか。その子供は足が速いんですよ。バレーボールができないとか、ね、それからスケートが滑れないって何か関係があるんですか。今はそれをやってるんですよ。国語もできなきゃいけないとか、それがおまけに、文部科学省が決めた学習指導要項で勉強しない人はいいですよと。だけど自分で学校を作ってください。神谷さんがなんかどっかに学校を作ってますね、はい、石川県に学校を作ってるけど、しかしそこには税金が出ない、税金は出ない。だから今は、ね、税金出ないって言ってますけど、要するにね、子供が決まったことを勉強しなければ国は税金を出しません。これは全く女性と一緒なんです。つまり勉強したい方のことを考えてないんです。高齢者もそうですよ。大丈夫です。高齢者もね、今日本の高齢者はだいたい60から60ぐらいで引退して、あと乏しい年金じゃないですか、ね、ヨーロッパとかそういうことはあんまり参考にするわけじゃありませんが、アメリカとイギリスは定年がありません。僕の知り合いの大学教授だって90歳ぐらいの大学教授いっぱいいます。その人その人によって人生の送り方が違いますよ。私なんかも若い頃すごい病気がちで高校にも満足に行けなかったような弱かったから、今になってこんな年でこんなところで頑張ってるわけですよ。人っていうのはそれぞれの人生があるんです。僕に言わせれば20歳の時のその人の1時間も1時間だし、80歳になった時のその人の1時間もやっぱり人生の1時間なんです。どっちが大切とかどっちがそうだってことないんです。これが一番いけないんですよ。女の人は1時間は大したことないとか、ドイツはどっかは大したことあるとか、そういうことじゃないんです。人間は全部一緒だ。これが日本の思想なんです。だから奴隷もいないんです。そのことを生かさなきゃ。それでアメリカ、イギリスは定年がない、ドイツとフランスは定年がありますが、
定年は75歳です普通。だから75っていうとまあね、まあそろそろいいかなっていう年でもある。それからさらにドイツと日本はほとんど経済状態が同じだ。それなのにドイツの一人当たりの年金は1220万ですよ。もしも1220万ここにいる高齢者の方がもらったら将来も不安がなく楽しい人生を最後まで送れます。なんでそうしないんですか。それしない理由は外国に金を出してるからですよ、日本人が働いたのを外国になんて出すんですか。外資をどんどん増やす。我々は今日本は金が余ってる。銀行に預けても利子がない。利子がないってことは日本で使ってないからです。銀行に溜まってるだけですよ。金は有り余ってる。それを使ってないで、しかも外国から外資を入れるわけですよ。外国の人たちは、別に外国の人たちは悪いわけじゃないですよ。外国の人たちが日本の会社に株を買っても、その株主は日本の発展のために少しは利益が少なくてもやろうなんて思いません。金だけが目的でやります。これは仕方がない。例えばね、一例を挙げると東芝、立派な会社ですよ。日本の発展のためにものすごく長い間頑張ってくれました。今今度売られますよ東芝が。どういうことが起こったか。どうしても日本の産業に必要な蒸気タービンをやめました。まあ皆さんは蒸気タービンでなかなか馴染みがないと思うけども、日本の電力を作ったり基礎産業を作るためにはどうしても蒸気タービンが必要です。だけど蒸気タービンはあまり儲けにはならないんです。それはカジノとかメガソーラーが儲かるでしょう。あ、メガソーラーが絶対ダメですよ。だってね、別に中国が憎いわけじゃないですよ。日本の畑を全部犠牲にして太陽電池を敷き詰めて、中国からパネルを買って据えて、そして作る太陽光発電でできる電池は補助金とか入れなければ30キロワットアワー30円ですから。日本で石炭を炊いてできる電気は10円ですよ。その20円は我々の税金と電気代に賄ってるんですよ。何をやってるんですか。日本の土地を貸してただでも食料自給率が低いのに、さらにそこをダメにして太陽光発電をして、太陽の光が失われるから植物も動物も減って、そして電気代が上がる。そんなことをしてるんですよ。だからここはね、つまり金だとかなんとかいうことじゃなく、やっぱり日本全体の文化、日本全体の人の幸福、年取った人も含めて、それから若い人も同じですよ。日本っていうのはね、若い人が会社で働くときに金をもらうから働くっていうだけじゃないんです。日本人はやっぱりね、日本を良くしようと思って働いてますから。日本だけなんですよ実はね。工場で隣の工員がボルトを締め忘れたときに、隣の人がそれを見て、社員が見て、おいお前ボルト締まってないぞって注意するのは日本だけなんです。日本にいるとね、そんなのは当たり前と思うけど、他の国は俺は会社と契約してんだから、お前がやってる仕事には関係ないっていう顔なんです。これが現代の商法ですよ。日本の商法なんかとんでもない商法です。なんでかって言ったら、会社は株主のもんだって言うんです。これがダメだ。日本は全然法体系も制度も家庭も全部違うんです。日本の一番大切なのはそこで生活してる日本国民そのものなんですよ。ね、本当にね、毒されてしまいました。私が大学にいる時にね、研究費をね、1億6000万かなんかもらったことがある、通産省から。その時通産の課長が来て、僕のところに来て、先生間違えちゃいけませんよ、この金は通産省から出てるから、特許ができたら通産省のものですからねとこう言った。僕はそれ、あ、そうですか、だったらその1億6千万を通産省の金庫にしまっといたらいいじゃないですか。金庫から特許が湧き出るでしょう。出ないですよ。特許は通産省のお金と僕の頭脳と学生とかいろんな人の実験によって生まれるもんですよ。そう、それが日本人は最初から分かってたんです。金を出すのが偉いんじゃない。金を出しては欲しいけど、金を出すのが全権持ってるんじゃない。
そこで仕事をしたり、物を産んだり、米を作ったり、稲を作ったりね、そういう人たちが大切なんだ。それがなければ何にも生まないんですよ。だけど今は株式会社は株主のもんだって言うんだ。絶対株主のもんじゃありません。会社は従業員のもんですよ。そう、我々は人生を送るときに金のために送るんじゃないんです。人の恩に報いるために会社生活をするわけですよ。それが一番大切なんです。だから今日本をもう一回取り戻さないと、この日本でこれから住んでいく子供とか孫は悲惨な生活をすることになります。我々は親とかそれが頑張ってくれて、2000年間も頑張ってくれました。あと5分。あのね、僕は若い頃、まあ、30カ国ぐらいに行ったり生活したりしてました。私が日本人であるので非常にいい待遇をしてくれました。もちろん有色人種の国はどこに行っても私を歓迎してくれました。だって日本が頑張ったから、戦争したから、みんな解放されたってこと分かってますから、それはみんなが歓迎してくれました。それは有色人種の人たちだけじゃありません。アメリカとかヨーロッパに行っても日本人と分かるとみんなちゃんとしてくれます。なんで一回ね、なんで日本人と分かるんですかって聞きました。僕でもね、朝鮮の人や中国の人はよく分からないのに、なんであなたはアメリカ人なのに日本人で分かるんですかって、顔では分からないって言ってました。顔では分からない。日本人の態度とかそういうものがちゃんとしてるって言うんですよ。ちゃんと礼儀も果たすし、ちゃんとこう控えてるし、それは全く違う。日本人だけは絶対にアジア人で絶対に分かるって言うんですよ。そういった日本人に対する尊敬心、日本のパスポートは世界で一番権力のあるパスポートなんです。なんでそうなったかって言ったら、我々の先輩がそういう伝統を築いてくれたんです。だから日本を崩さないっていうことが極めて大切なんですよ。それであとは参政党、吉野さんとか神谷さんが作ってくれた、そしてこの参政っていうのがすごくいいわけです。細かい政策は決めない。政治が、女の人はこう生きなきゃいけない、子供はこれを勉強しなきゃいけない、高齢者はもういつ死んでもいい、そういうことを為政者が決めるんじゃなくて、一人一人の国民が自分の人生が死ぬときに、ああよかったなと思って死ねる。自分はいろいろヘマもあったけど、不幸もあったけど、これなりに自分で努力して選択できる、自分で選択できる道を選択してきたなと、そういう満足を与える、それが参政党という名前なんです。政治はみんなで決めようってことです。それを今度は明日の投票でぜひ皆さんの力で実現してもらってですね、吉野さんが知事になって大阪が再び文化とみんなの希望に満ちた、そういう都市にしてほしいと思います。よろしくお願いします。